どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が米国株に簡単に投資ができるブルーモ証券について、特徴から始め方、メリットデメリットを徹底解説していきます。気になっている方はぜひ参考にしてください。ブルーモ証券は米国株と ETF をアプリで取引できる資産形成サービスです。使いやすい長期投資のインターフェースと無理なく金融リテラシーを身につけられる仕組みを備えている点が最大の特徴です。この動画を作成している時点ではウェイトリスト登録者に限定成功リリースを行っていて、一般公開はされていません。運営しているのはブルーモ証券株式会社で、シードラウンドでグローバルブレインや SMBC ベンチャーキャピタルなど有名な投資家から8億円ほどの資金調達を行いました。始め方を簡単に解説します。まずは口座開設からです。アプリをダウンロードして口座開設を始めてください。マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。郵送手続きは必要なく、オンラインで全て完結します。口座開設ができたら、自分の好きな銘柄をポートフォリオに追加して銘柄の投資配分を決めてください。この時どのように決めたらいいかわからない場合は、他の人のポートフォリオをコピーすることも可能です。ポートフォリオを決めた後は入金して投資を始めましょう。口座に入金すればブルーモが代行し、設定した目標ポートフォリオでの投資が始まります。面倒な人は毎月の設定をすることで自動投資が可能です。またポートフォリオはいつでも変更できて、次回入金時から新しい比率に合わせて投資が実行されます。アプリからリバランスを依頼すると、目標ポートフォリオに揃うようにブルーモが必要な売買を計算して発注してくれます。ブルーモのメイン手数料は残高手数料です。残高に対して年率 0.55% がかかります。もし10万円の残高があった場合、年間の残高手数料は550円です。また為替スプレッドがかかる点も理解しておきましょう。ロバートの手数料は平均 1.1% なので、こちらと比較すると半分ほどになります。ここからはメリットを紹介していきます。全部で5つありますので、それぞれ見ていきましょう。ブルーモ証券では投資する銘柄と購入比率を選択できます。積み立ての設定をしておけば、自分が作成したポートフォリオに準じて自動で資産運用が可能です。投資初心者の人はどんなポートフォリオを組んだらいいかわからない人も多いと思います。そんな方は他の人のポートフォリオを参考にしましょう。 SNS 的な要素も盛り込んでいるので、他の人の運用実績や構成銘柄を参考にしながら投資ができます。著名投資家のウォーレン・バフェットを真似することも可能です。手数料は残高の 0.55% のみです。個別銘柄を売買した時の手数料はかかりません。人気のロバート投資はおおよそ 1.1% の手数料が平均的なので、こちらと比較すると半分ほどで済みます。米国市場で取引される大手の ETF も取り扱っているので、 ETF を経由して新興国市場や米国債、さらには不動産などさまざまな金融商品に投資ができます。リバランスを指示することで、必要な銘柄の売買をブルーモが計算して注文してくれます。これにより目標のポートフォリオからずれた場合もすぐに理想の状態に戻すことが可能です。未経験者でも全体のバランスを崩すことなく投資ができます。続いてデメリットです。3つありますので、1つずつ紹介していきます。ブルーモ証券で取り扱っているのは米国株と ETF のみです。国内株式すらも売買できません。もちろん人気の IPO や投資信託、立ち上げ買い分買も取り扱っていませんので、理解しておきましょう。ブルーモ証券は長期で資産運用したい人向けに作られたサービスです。頻繁に売買する人には向いていません。もしデイトレや短期で利益を目指す人は SBI 証券や
楽天証券などのネット証券がおすすめです。残念ながらパソコンからは利用できません。ブルーモ証券のサービスはスマートフォンアプリからのみの提供です。スマホを保有していない人はほとんどいないと思いますが、念のため頭に入れておいてください。ありがたいことに先行体験に招待されましたので実際に投資してみました。投資の神様とも言われているウォーレン・バフェットを参考に、話題の NVIDIA などハイテク株の比率を高めたポートフォリオにしました。まだ始めたばかりではありますが、少しだけプラスになっています。このまま長期で保有していくつもりです。では最後にまとめます。個人的には SNS 機能を搭載しており、ポートフォリオを見せ合えるのが魅力だと感じました。みんなで楽しみながら投資ができますし、初心者は経験者を参考にできます。また手数料も 0.55% とロバートの半分ほどで非常にリーズナブルです。米国株をこれから始めたいと思っている人は一般公開がされたらおすすめですので、ぜひ検討してみてください。以上、今回は米国株に特化したブルーモ証券について紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。 Twitter や Instagram もやっていますので、参考になったという方はチャンネル登録やフォローをよろしくお願いします。